Oh.
願いします。よろしくお願いします。お願いします。私たちは先ほどお送りした曲のように、ジブリやディズニー、ディズニーはちょっと、またちょっとお楽しみなんですけど、はい、最後にやらせていただくんですけど、そうジブリやディズニーを歌っているバンドでございます。でバスロマンってね、なんでバスロマンっていうのかっていうあれなんですけど、見ての通りメンバーの衣装は香りなんですよ、バスロマンの入浴剤のね、入浴剤のやつか。私はユズね、そうもう見ていただいたらね、分かる通りです、ね、アクアマリンとアクアマリン、桜と桜バラ、森の香り、今日は何か分かりますか、何の香り、エビンチョウタンやないですよね、はい、見たことないよそれ。どんなお風呂なたまらんですよね、たまらん。いや、本当はラベンダーっていう設定なんですよ。だけど紫のね、そのズボンをどっかにやってしまったということで、持ってないんですよね。もうずっとこれずっとこれなんですよね。そう、がそうバンド組んだ当時からなんか紫はっきり言われてるんですけど、一回も見たことない。まさかの誰かね、反抗期や紫のズボン持ってたら、この子にあげてください。よろしくお願いします。サイズは問わないです、はい、よろしくお願いします。なんてね、はい、ということで、そういうことで、はい、まあはい、次の曲もうジブリそろそろ、ね、はい、行きましょうか、はい、それではちょっとください、飛行機雲。白あ
あ、飛行機雲をお送りしました。で、最後の曲に次はなるんですが、なんですか、次はディズニーの曲をやります。ちょっとガラリ雰囲気を変えて、皆さんご存知の曲だと思うので手拍子などして聴いてください、はいはい、私たち一部鳥なのでね、ね、はい、二部に続けて、はい、はい、二部に続けて、もう皆さんも手拍子などして盛り上がってください。それでは聴いてください。扉開けて、どこにも手がちのない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えた。だってどこにも居場所のない日々が探し続けていた。同じ子を変わる人で全てが初めてのときめきだわ。僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。考えてること、感じていること、そっと似てるね。一人一人寂しい寂しい、もうお別れしよう。してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。